コロナ禍で在宅時間が増えたことにより、ペットブームが再来している日本。不動の人気を誇るプードルやチワワ、柴犬とともに、注目を集めているのがミックス犬だ。ミックス犬とは様々な犬種が混じり合った雑種犬とは異なり、異なる純血種同士を人工的に交配させて生まれた犬のことで、親の遺伝の出方によって一匹一匹個性が異なる。今回は犬好きなスレミンと共にミックス犬の魅力を学び、犬への愛を再確認しよう。ゴールデンレトリバーとシベリアンハスキーを掛け合わせた犬が格好良すぎる。美しい。ワイより賢そう。感情なさそう。暑さに死ぬほど弱そう。パッパとマッマが逆になったらフッサフサのハスキーになるんかな。なんか違う。可愛さとかっこよさ、いいところを相殺したる。どんな性質なのか気になるわ。命令聞かんけどやたらと無邪気やったら嫌やな。柴犬やんけ。かわよ。自分の意思がありそうで嫌。いや犬なんだから自分の意思はあるやろ。ゴールデンレトリバーとシベリアンハスキーのミックス犬、通称ゴベリアンだ。ミックス犬は親犬の容姿、体質、性格などの要素が複雑に混ざり合うため、同じゴベリアンでもその姿は多種多様だ。それはその後もハスキーのミックス犬の話題で盛り上がる。くさ、ピットブルかこれ。ミッキーやんけ。ピットブルとハスキーのミックス犬、ピットスキー。インパクトのある見た目に反し、人懐っこくて従順、忠実な子が多いようだ。シェパードとハスキー掛け合わせたらクソかっこいい犬生まれそう。シベリアンコーギーは？バカかけるバカですげえバカそう。キメラやんけ。コーギーという、どんな犬種でも交わると足が短くなる失敗作感。短足ワンコは正義。異論は認めぬ。ハスキーの凛々しさとコーギーの愛らしさが共存していて、奇跡的な可愛さである。シバハスキーのミックス本当に好き。はい、かわよ。イケメンハーフって感じがするわ。ディズニーみたいやな。めっちゃ細そう。ジャニーズ系のこのミックス犬の呼び名は、ズバリシバリアンハスキーだ。呼び名からしてもう可愛い。ポメとハスキーの雑種はかっこいいのに。キツネっぽい。言うほどか。クソガキっぽい。巨人岡本やん。くさ。ポメラニアン×ハスキー。これは可愛い。ポメラニアンとハスキーのミックス、ポンスキー。片やキツネ、片や巨人岡本。同じポンスキーなのにこんなにも個性が異なるとは、ミックス犬の世界は奥が深い。どうやって SEX すんねん。サイズ差半端ないやろ。ハスキーがウケやぞ。ハスキー×シェパード×マラミュート。グーイケメン。クソかっこいいやん。狼やん、これ。数年で野生に帰っていきそう。この犬種はウトナーガンと呼ばれ、ノーザンイヌイットドッグという犬種から派生したイングランド原産の犬だ。ノーザンイヌイットドッグは狼に似た外見と人懐っこい性格で大ブームとなるが、悪質なブリーダーによる乱繁殖により犬質が大きくて低下してしまった。危機感を覚えた愛好家たちが独自に改良を進め、犬質が回復した結果生まれたのがウトナーガンだ。ちなみにウトナーガンとは、愛好家の協会名にちなんで名付けられた。悲しい過去を背負っている犬種だが、それも含めて圧倒的カリスマ感である。秋田犬とシベリアンハスキーは？はい。怖い。大丈夫、中身はちゃんとバカや。ハスキーだかマラミュートと秋田犬。強そう。黙れ小僧って言いそう。ここまでの流れでお察しかと思うが、スレミンたちはシベリアンハスキーが大好きである。一体ハスキーのどんなところがスレミンを魅了してやまないのだろうか。他の追随を許さない格好良さ。格好良すぎるわ。カウト可愛さが勝つぞ。ワイより頭良さそう。動物のお医者さんが流行った時めっちゃ見かけたな。もう30年くらい前か。なおツムはポンコツな模様。中身は人懐っこくおバカというギャップ。バカというが、単純で純粋なだけでバカじゃないよ。しつけをすればむやみに人に飛びついたりもしない。買ったことあるけど、優しいいい子やったわ。犬の知性ランキング。ここでとあるスレミンが、海外のドッグトレーナーの調査に基づく賢い犬種ランキング結果を披露する。1位はボーダーコリー、2位はプードル、3位はシェパード。その下にゴールデンレトリバーやドーベルマンが続く。このランキングには70位までの犬種が掲載されていたが、スレミンの愛してやまないハスキーはランキング圏外であった。ボーダーコリーは明らかに目に知性の光がある。言うほどレトリバーって賢いか？賢すぎてアホないたずら連発するからアホに感じる。ガチアホはそもそもいたずらという概念すらない。たとえアホの子でもハスキーは可愛い。スレミンのハスキーへの愛を再確認したところで、他の犬種のミックス犬を見てみよう。ラブラドールとスタンダードプードルのミックススコ。ラブラプードルかわよ。ラブラプードルという語感の良さ。声に出して読みたくなる犬種である。その他の個性的な呼び名としては、チワワ×ダックスフンドでチワックス。ポメラニアン×プードルでポメプー、
パピオン×マルチーズでパピマルなどがある。パワー系だけど終盤まで強いキャラ感ある。ケルベロス感あるな。広島弁とかで喋りそう。トメシバの混ざりきらなかった感好き。トメシバってめっちゃ可愛いな。おもちゃやん。スピッツみたいやな。犬の掛け合わせって本当生命をもてあそんどる感すげえな。犬種特有の病気消して長生きになるって聞くけどどうなんやろね。ミックス犬の平均寿命は13歳前後と言われており、親犬が寿命が短い大型犬の場合は寿命も短くなる傾向がある。その反面、ミックス犬は純血種に起こりやすい病気になりにくいとも言われている。例えばダックスフンドは胴が長いことからヘルニアになりやすいが、ミックス犬は遺伝子を半分しか受け継がないため遺伝的な病気に強い。獣医になった友達は、犬飼うなら絶対雑種にしろって言ってた。やっぱ長生きなんか、3月。長生きしてくれるのが一番よな。この犬たちの方がワイより価値あるんやろな。スレミンはミックス犬の魅力を学ぶとともに、犬への愛を一層深めたのであった。ミックス犬の人気が、派手な見た目を追求した興味本位な後輩や、犬に負担がかかる繁殖につながっていることもまた事実だ。すべての飼い主とブリーダーには、一過性のブームやアクセサリー感覚でなく、命を扱う覚悟を持って犬と向き合ってもらいたい。世界中のすべての犬に幸あれ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画の感想やワンちゃんとの思い出があれば、ぜひコメント欄に書き込んでください。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。